20世紀初頭に撮影されたマング別の女性。マング別は、コンゴ民主共和国の東部州に住む人々である。中央スーダン言語群のマング別語を話す。この言語は、地域の共通語である、リンガラ語では、キング別と呼ばれ、マング別の人々自身は、ネマング別と呼んでいる。マング別は、高度に発達した芸術と音楽で知られている。 彼らの名前を取ったハープやギターも存在する。音楽学者は彼らが自身の音楽を記録した映像や動画を探し続けている。ヨーロッパの探検家はマング別の長い頭を特徴的だと捉えた。伝統的に新生児の頭を布できつく巻くことで独特の外見を作っている。この習慣は1950年代の多くの ヨーロッパ人の来訪と西洋化によって廃れ始めた。この独特の外見によって、マング別をアフリカ芸術で見つけ出すことは容易である。18世紀初頭までに、マング別は多くの小さい氏族を構成していた。南からの移住者である彼らは、バンツー語を話す北からの散在して住む移住者と接触した。18世紀には、主にマビ族出身のマン別を話す。 精鋭集団が他のマング別の種族や周辺の万通語を話す人々を支配した。これは彼らの鉄や銅の製造の知識によるもので、これを用いて武器や優れた装飾を作ることで周辺住民に対して軍事的、経済的優位に立ったと考えられる。多くの近年の研究によってマング別が歴史的に食人習慣を持っていたと特徴づけられている。 犯行の精神という記録映像で取材されたマング別の男性によるとザイールのマング別の多くは今でも祖先が食人習慣を持っていたと信じている。デイビッド・ルイスはこれを1880年代のスワヒリによる奇襲による政治的不調の結果バクサからバテテラマング別多くの残でに新鮮な食人習慣の波が広まったと述べている。しかしながらーは 多くの食人の記録がアフリカでの詳細な現地調査によるものではなく、19世紀のヨーロッパ人の暗黒大陸神話の記録によるものと反論している。ありがとうございます。